教科書の7ページを開け。本日初レース、マリオカートスタジアム 150cc。 最近の配信では打開をメインにやっていったので、今回は前張りをしていこう。まずはスタートダッシュを成功させ、少々失敗してしまったが、次のリスクを決めれば上位には躍り出れるはずだ。さて、この先のジャンプ台リスクに挑戦してみよう。少々失敗してしまったな。ここで成功させてれば2位に躍り出れたはずだ。このキノコを保持し、この先のショートカットで使わせてもらおう。このコースはキノコを使わずとも、先ほどのグライダーでウルトラミニターボを貯めればショートカットができるのだが、最近それを警戒してなのか、たくさんのマリオカートプレイヤーがライン上にバナナを置くことが多い。極力は前方に人がいないことを確認してやっていくのがいいだろう。さて、1位がグダっていたので、1位に躍り出てクラクションでトゲコーラを潰し前に出る。アガコーラはどうやら我が輩には来ていなかったようだ。さて、1位に躍り出たので、このままグダることがなければ1位獲得だ。最後のグライドはウルトラミニターボのグライダーを試してみるとしよう。さて、ボムを引いたわけだ。しかしコースが広いので、あんまり効果は期待できない。サンダー、相手前に来てくれたのはありがたいことだ。これでショートカットが一人だけだな。まあよくろう、2位フィニッシュ。2レース目、グラグラ火山だ。さあ、これも前張りを続けるためにスタートダッシュを決める。うまい具合にいったようだな。前方の赤コーラを吸わないためにアウターに膨らみ、コインを1枚回収しよう。あまり近づきすぎると後ろで起きたようなことが起きてしまう。ここで被弾した人のコインを回収し、この赤コーラもアウターに行き、被弾しないようにする。さて、アイテムがなかなか悪くないので、交換せずにこのまま前へ進んでいこう。前方のボムが危険ではあったな。リカバリーのためにキノコを使い、なんとか注意を維持していく。幸いにも前方がまだ塊になっているので、追いつく余地は十分ある。この赤コーラとキノコは次のアイテム交換をしようではないか。ここで確実にコインを回収し、キノさんとキノコが一つ。悪くない、これで上がっていこう。さて、ここでシャクラナに一つ問題だ。キノさんとキンキノ、打開する上でどちらが汎用性が効くか分かるか。分かるやつはいないのか。いないのか。なんと投げかわし。グリフィンドール5点減点。不勉強の罰として各自レポートを提出した前、金曜日の朝までだ。木野さんについて用意し二枚、特に金木野との違いをまとめるように。さて、無駄な時間を過ごしてる間に1位がかなり逃げてしまっているようだ。ここからは攻めずに4位を死守、ヒロアカ使おう。サンダー回避まで一気に2位に躍り出たようだな。結果オーライとしよう。終わらないな。先ほどの部屋が回線落ちしたので、別部屋での
レースだ。ここはワリオマウンテンのミラーだ。レートが低いうちはミラーは出なかったが、9000まで行くとミラー 200cc が積極的に出てくるようになる。操作は逆転するだけでかなり難しくなるので、たまにはグランプリの 150cc や 200cc で練習しておくのも悪くはないだろう。被弾してしまったのでコイン回収に行くとしよう。ゆっくりコインを集めて前へ出ていく。焦ってショートカットを決めてもコイン枚数のおかげであまり前には出れない。ここの走法は慣れない時はこのようにグダグダになってしまう。平行感覚が惑わされるからな。慣れさえすれば入り方が安定してくるだろう。積極的に挑戦するように。さて、ダブルアイテムは取れなかったが木の参加、これで先ほどのグラグラ火山みたいに前方に上がっていこう。ここのショートカットはニスクではなくキノコを使い、アイテムボックスを割り3位まで躍り出ていく。ここの林エリアは木に引っかかりやすいので、なるべくインコースを作ることをおすすめする。なぜならインコースは木があまり少ない。さて、モーグル地帯もうまく抜けていき1位は見えた。ここでアイテムを両方交換する。赤荷が出てくれればいいのだが、そううまくはいかないか。このクラクションは防御のために持っておこう。だがここで交換し、キノコか赤荷、同じ赤位置とクラクションか、仕方がない。1位を諦めて2位に撤収。ここでクラクションを流しショートカット勢を潰し2位フィニッシュ。たまには1位を諦めて今の順位を死守することも大事なことだ。さて、次のレースまでカットだ。またしても部屋が回線落ちしてしまったために3部屋目だ。ラストレースは 150cc のエレクトロドリーム。レート帯がバラバラなところを見るとまだ回線は安定してないようだな。スタートダッシュを決め、ここは滑空するようにコインを回収すると2枚簡単にコインを回収できる。すでに3枚コインを取ってるためになるべく印をつきたいが押されてしまったようだな。次のアイテムボックスではダブルボックスを回収する。ここでバックスナーを決め、緑コーラは4つか。これを後ろを妨害するために使おう。少しラインがずれてしまいアイテム交換もできなかったな。仕方がない、気を取り直していこうではないか。ここはインをつく。パックンフラワーはミニターボ解放でかわすことができる。ショートカット勢が2人くらい。このままでは1位に追いつけそうにいないな。トゲコーラが行けば話は別だが、まあよかろう。話は少し変わるのだが、先日の英語でのマリオカート実況動画はいかがだったかな。我が輩としてはあまり手応えがないものであった。幾分か改善できるところが見つかったので、次はもっとクオリティの高い英語の動画を期待してほしい。英語の動画は基本的に一度レースをし、そのコースについての豆知識やミスクの解説をしていこうと我が輩は思っている。なので日本の視聴者にとってはミスクと英語を同時に学べるいい機会ではないのかと我が輩は思っている。もし英語でわからないことやマリオカートでもわからないことがあれば、いつでもコメント欄に書いてほしい。さて、話をレースに戻そう。トゲが言ってくれたおかげである程度前方との距離は縮まったな。1位は十分目指せる距離である。
最後のショートカットを決めれば1位くらい順位は上がる。少々下ってしまった。仕方がない。だが悪くはないだろう。3位フィニッシュ。さて、本日の講義はここまでだ。チャンネル登録を。